新徳王皇講師は、李氏朝鮮初代王、李世継の第二夫人、実質上の最初の王皇。本願は、谷山康史氏。別号は、県被、純元県慶新徳王皇。新徳王皇は、高来の初代王権の家系とつながりがあり、高来氏や、返年通録など、 朝鮮首相において遡ることができる王権の最古の先祖高ト虎家の十四代子孫にあたる高来で、古住行進を務めた安行武智の六代子孫である、中慶王時代に文科級大した関林学士の後院生の娘である。上述のように、新徳王公は高来末期、皇海道谷山で後院生の娘として生まれ、年代は定かではないが、李成慶と結婚し、 次男和目を設けた。当時、高来は多くの妻を持つことが許され、理政系には里妻と呼ばれる第一夫人の藩主がいた。藩主の間には六王子女を設けており、その中に朝鮮第二大王、定イソカオルか第三大王、大イソカオル縁がいた。講子は慶妻と呼ばれたが彼女の方が里妻藩主より家柄が良く夫に長愛された。 里妻藩主は1391年に逝去し、後に神王公として追巫子とされた。1392年7月、李政慶が後来を滅ぼし、朝鮮を建国したい祖として即位、同年8月に皇子も王公の地位につき、権威と合した。朝鮮建国に協力を尽くした彼女は次に、後継者である精神選びに着手し、獣神らを相談した。 彼女には、カオル・シゲル、カオル・ヒロシという息子がいて、相談の結果、後者を選び大祖に進言した。大祖はそれを承認し、カオル・ヒロシを生死にした。後にそれは、大きな災難をもたらすことになる。父と共に、朝鮮建国に貢献し有力であったカオル・エンは、大いに怒りを覚え、王公を憎んだ。王公もまた、カオル・エンを警戒した。1396年、 王公は体調を崩し、息子の行く末を案じながら皇居。遺体は、ハンスン府中心部の厚無憲法に葬られ、定領とされた。大祖は、最愛の妻を失い意気承知にし政治から遠ざかり、1398年に退位。新徳王公の死後の1398年、カオルエンは決起して二人の異母帝を殺害し、時刑、カオルカオーに据えた。1400年。 四夜に、カオルミキの反乱を経て、カオルエンはついに、大層として即位。1408年に、父、大層が構成すると、大層は、新徳王号を降格し、両母を郊外に移した末、祭壇を徹底破壊した。300年後の1669年、第18大王、建造によって回復された。ありがとうございます。